大丈夫なぐらい。はい、ということで随流さんでした。はい、予想以上にすごいところでした。うん、何して言うとか本性右方向です。脱輪もしないで重ねます。その先、300メートル先、右方向です。左方向です。東京都って言われるのは納得だよね。うん、左往来もうちょっとしたらダメになる。まあ行けるけど俺なら。ほらやばい。ほらやばい。走りやすい街だよね、富山も。うん、富山市内もそうだったし。今のは
伊豆なんて。あ、そうなの。小山に出てたとか。へえ。こっちはね、ちゃんこ江戸だっけ。ちゃんこ。そうか、人気やってきた。あ、なんか言ってたね。メガーズって言うけどか、うん、そっから先は知らない、うん、久しぶりに見た気がする、タチ信号。確かに、そうね。もうおよそ1年ぶりか、久しぶりって言っても。うん、広島の人が見たら、ええー、と思う。うん、まあ、茨城の人もそう思うんだけど。でも昨日寿司屋の姉ちゃん驚いてたよね。茨城から広島に向かってる途中で寄ったんですよ。茨城から、そうそう。うんってなったよね。茨城から広島に向かってる途中に富山みたいな。なんでっていう。本当にああいうことを店員さんに言ったのが人生で初めてだよ。うん、今までね、ごちそうさまとかは当然言ってたけどさ、うん、そんぐらいじゃん、うん、誰でも普通にやるような、うん、あんな感想をきっちり述べて帰るっていうのは初めてだよ。噛んだらなんかもう、って感じだったじゃん、うん、日本人で良かった瞬間である、うん、あら自慢できるよね、富山ですよね、あんだけの寿司の感じ、うん、まあ入りました。があるっていいよね。茨城県ってはバンド太郎ですよ、まあ、地元の。うわ、そうなんのか、うん、地元の中のチェーン。茨城栃木群馬かあって、まあ、あの辺行ってバンドエリアって、ね、そこではないっちゃない、うん、バンド、あ、でも行ったことないっちゃない、うん、バンド群馬
と桜が。うん。ん？どこで？あ、そう、山崎パンが目の前に止まってんだろうよ。出方ことは書いてないけど、もう1年止まってたよ。あれ？あ、本当に急になってた。はい、ということでね、串田神社。はい。神社駐車場かどうかは知らないけど、うん、多分中にもあったんだけど行き方が分かんないから、うん、ここでいいや、うん。